政府は10の都府県に発令している緊急事態宣言をめぐり、感染状況が改善している一部地域を解除するかについて12日に判断を行うことを検討していることが関係者への取材で分かりました。政府関係者によりますと、緊急事態宣言が発令されている10の都府県のうち、感染状況が改善している一部地域について、政府は、 改正特措法が施行される前日の12日に諮問委員会や政府対策本部を開いて解除を判断することを検討しているということです解除の判断となれば国会での報告のほか夜に菅総理大臣の会見も想定しているということです 政府は愛知県や岐阜県などで宣言解除ができるかどうかを見極めていますがその後も営業時間の短縮を命令できるまん延防止等重点措置の対象とすることも検討しています。